こんにちは、ミルキーブルーです。本日のお題、生活保護が5ヶ月連続増加、 11.4% 増、生活保護が大ブームに。生活保護申請が爆増してるみたいやが、なんと5月の生活保護申請が 11.4% 増と5ヶ月連続で増加してるみたい。で、そんな生活保護申請爆増にひろゆき氏がこんなこと言ってると、ひろゆき、5月の生活保護申請 11.4% 増、5ヶ月連続増加、年金で暮らせないとか自民党と公明党の制度設計ミスなので、生活保護を取れる人はガンガン取っていきましょう。あなたの生活を守ってくれるのはあなたとあなたの家族です。政治家ではありません。他にもこんな声もあると、ホワイトクラブ、毎日残業を含めてたくさん働いても生活保護より低い暮らしをしている人はいっぱいいるから、ダメ元で申請してみるといいと思います。クリームクリーム、医療業界で働いてるけど、こんな人がとかザラだし、生ポもらいながら手芸用品楽しく作って売って楽に暮らしてる人を見ると、なんて弱者に優しい国なんだと感じるので、生ポ取れる人は取った方が楽しそうって思いました。ひろゆき、現状は若者が社会保険料を払い、高齢者が受け取り、高齢者が年金プラス安月給で働いて若者の職を奪っています。日本人の4割が生活保護を取ると、若者も含めて日本人は誰でも月額7万円もらえるベーシックインカムでよくねという法案が成立する可能性が高くなると思ってます。どう思う？ミルキーブルーは正直こう思った。働いたら負けの国になりよるやんってさ。まあ本当に生活苦に陥り、どうしても生活保護に頼らないかん人や病気を抱える人は、謙遜せんでしっかり生活保護を申請すればいいと思う。でも五体満足で働ける余地のある人は、やはり働かんといかんよね。だって高齢化社会の今、働き世代の負担が恐ろしいことになってるやん。ミルキーブルー、今月末に払わないかん恐ろしい税金額に恐怖におののいてるもん。マジで泣きそう。稼げば稼ぐほど税金は爆上がり、独立してそんな目にあってもう稼ぐ気も失せたもん。普通さ、稼いだ人に何かしらの恩恵があればもっと稼ごうってなるやん。でも日本はその逆、稼いだら稼いだ分税金が重くのしかかる、稼いだら罰の制度やけんね。そんなん稼ぐ気も失せるわ。ごめん、なんか愚痴っぽくなった。とにかく今でさえそんな状況なのに、これで生活保護受給者がこれからどんどん爆増すれば、さらに働き世代に負担がいく、それだけは避けないかんと思う。っていうか、今のさまざまな制度、昭和の時の制度やろ。すでに破綻してないか？この前のショート動画でも挙げたけど、生活保護受給者の方が働き世代より贅沢な暮らしをしてる。その時点で破綻してるって思うやろ。まあこんな状況やけん、自民党女性局のフランス研修があれだけ炎上したんやけどね。とにかく税金に負けんごと、ミルキーブルーは働くよ。みんなもね、いろいろと思うところはあると思うけど、頑張って生きよう。それしか言えんが。では、ご視聴ありがとうございました。それでは。